今日これから田主さんのお住まいになっている事故物件にお邪魔することになっているんですけど、まさか電車降りてもみで駅で頭組み立ててたら、あれだったけど、ね、だったらと思って、ね、地図見たら全然違う場所だ。タクシーでの方にやってきました。今、谷さんが待っている改札の方に向かってます。で、頭はこれ、今日雨が降ってて、カッパ代わりの方になってます。ちょっと、焦りました。焦ったっていう感じで遅れて。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません。今もう、回してるんですけれども。メガネ、今回コラボさせてもらいました松原谷でございます。よろしくお願いします。早速なんですけど、ここが本当の事故物件なんですね。あ、そうですね。そうです、ここです。なんか一見本当に普通に綺麗なマンションというか高級マンションっぽい、そうなんですね、雰囲気を感じたんですけど、築まだ本当2、3年とかじゃないかね。それでもうすでに事故っちゃった。そういうことなんですよ。その辺もちょっと詳しくお話しさせていただいて、はい、じゃあどうぞお邪魔していいですか。ちょっと本当申し訳ないんですけど電気ないんですよ。あ、本当だ。あ、ただ暗いんじゃなくて普通に電気がない。普通に電気がないんですよ。え、これなんか理由あるんですか。ちょっと僕も引っ越しを繰り返すので、はいはい、本当ズボラな性格なだけなんですけど、つけて外して捨てたり持って行ったりするのがちょっと面倒くさくて。確かに、引っ越し先についてたりしますし、ね、ついてたりするんで、はい、その余計な荷物を減らすためにもういいやと。ちなみにこういう事故物件住みたいよっていう人はどういう風にしたら事故物件に住めるんですか。住みたいよっていう人は、まあ、正直に不動産屋に尋ねるのがいいです。事故物件住みたいんですけど、もういきなりもうそういう風に言えば、はい、あれば紹介してもらえる、はいですかもしれない。不動産屋さんだけが知っているその事故物件情報みたいなのもあるので、そういうのを知ってる不動産屋だったらそこから探してくれたり、はいはいはい、実際に住み始めた時にこう気をつけた方がいいよみたいなことって何かありますか。そうですね、近所の目とかですかね。なるほど。あそこで何かあったけどもう人が住んでるみたいになる。なるので、まあ僕の場合はそのあえて近所付き合いをしないっていう選択肢を選んでるんですけど、はい、すごい情報を教えてくれる近所の人もいるかもしれないんですけど、はい、ちょっとややかな目では見られるんです。まあそこがちょっとじゃあ気をつけた方が近所付き合いが難しいかなと。なるほど。基本はやっぱその事故の後誰も住んでない間挟まずに住まわれてるんですか。間挟んで、あ、でも間挟んでる物件もあります。あ、そうなんですね。あるんですけど、なんかルールが変わって、去年からルールというかガイドラインが変わって、はい、なんか間に人が挟むと告知しなくていいみたいな、はい、なんとなくの、もともとそういう、まあ、ルールとか、はい、なんとなくの慣習みたいな、はい、業界ルールみたいな、はい、了解。それがもうなくそうっていうことがあって、だから間に人が住もうが住まうがいが教えないといけない、教えないといけないし、はい、でもただそれが3年ぐらいっていうのが決まってます。3年経てば教えなくても。なるほど。間に人を挟むかどうかではなく3年期間で。でもこれもちょっと微妙なんですけど、例えばニュースになったような事件があったところとかは、はい、3年じゃ済まないよねって言ってもうちょっと長くなったりとか、うん、あと普通になんていうのかな、孤独死だけの物件っていうのはもう事故物件じゃなくなりました。あ、要するに自殺とか事件事故じゃない自然死みたいなものは、うん、もう事故物件扱いにはならないというか、告知しなくていいというか。なるほど。
まあ、確かにこれから一人暮らしのお年寄りとか増えますから ね, 増えますからね、全部事故物件にしたら多分日本中事故物件になっちゃいますよね。じゃじゃん、これが例の7体あ、そうです、ね、でしたっけ、首7、はい、後ろは首7から、ね、あ、こっちは首7じゃない、これね、言ったら なんていうんですかね、その新たにちょっとエースが入ってきてしまう、あ、そういうことなんですね。本当だけね、髪の毛が伸びるんです。え、なので伸び子、伸び子伸び子 with、首7、首7になっちゃったんですね。はい、この辺もじゃあみんないろいろな曰くをつけられた。そうですね、全員曰くつきの自己紹介しましょうか、はい、じゃあ中で言っちゃいますけれども、まあ、一番その僕の1軒目から、はい、一緒に共にしていますですね、これはみゆきちゃんですね。みゆきちゃん、はい、彼女は、松竹芸能っていう、まあ、お笑い事務所の養成所の小道具で、はい、おね、例えばあのベビーシッターの役をする時とかに使うとか、はいはいはい、で言ってたんですけど、この舞台上で顔の表情が変わるっていう噂が立ったんですよね、はい、でお客さんのアンケートで人形の女の子の顔が怒っていたとか、目が動いたとか、ね、そういうことがばっかり書かれていて、このコントをする芸人たちが軒並み滑ると言われる恐怖の人形なんです。それは曰くつきですね、はい、で、まあ、この彼女と目が合うと、その日の枕元にみゆきちゃんが現れるみたいな報告例もありますんで、ずっと僕目合ってますこの旦那さんの枕元に、あ、ちょっと怖いな、今晩現れるかもしれませんというみゆきちゃんですね、はい、でこちらはですね、籠島子さん、はい、鹿児島のお土産物屋さんで30年間売れなかったと言われる、ほっぺがちょっと黒ずんでますね。ね、そうそうそう。この彼女はね、ものすごい匂いがするんですよ。ちょっと嗅いでもらっていいですか。あ、臭い。臭い。ちょっとこれ尋問だったりするんですか。いや、これはね、わかんないですけど。うん、獣臭と思って。こういう匂いの対象の方いますよね。はい、います。はい、そういう匂いがずっと。思わず臭っていっちゃう。臭っていっちゃった。やっぱ怒られるかな。怒られるかもしれない。鹿児島さんに怒られちゃう。これ鹿児島さんですね。で、後ろにいるのが、はい、まあ、首セブン。この人たちはですね、過去に住んでた事故物件の家の前のゴミ捨て場に捨てられてたんです。で、なんか目が合っちゃったんで、もうせっかくなんで、こう、連れて帰ってきたというね。ほんと、子猫を拾うみたいな。気軽さがすごい。はい、ちなみになんですけど、はい、今僕が立ってるとこ、フローリング剥がれているんですが、ここは、現場です。マジっすか。なんかさっきから足元がザラザラするなってずっと思ってた。旦那さん思いっきり見てます。思いっきりやばい、踏んじゃったよこれ、どうしよう。分かりますかね、暗いんで分かりづらいかもしれないですけど、これ色が変わっているところはフローリングが剥がされてるんですよ。何かがどうされちゃったんでしょう。これはここはですね、まあ、おそらくこの中、クローゼットの中でなくなったんだろうなと。なんですけど、本当ね、人って発見が遅れると有機物なので腐敗していくんですよ、はい、なので劣化が進むね、はい、ご遺体の、だからフローリングを剥がさないといけないぐらいまで染み込んだったということです。なるほど。なんか血とかではなくて、うん、もう少しドロッとしたものが染み出してきたみたいな。そうですね、人間のもう何ですかね、水分が、人間の水分です、はい、極力ほんわかした言い方にするとそういう言い方で人間の水分。これクローゼットの中もこれ一旦剥がされてるっていうことですね。あ、全部壁は剥がされちゃってますね。これやっぱあえてこの状態でそのまま吸いますっていうことですか。そうです。普通はだっていくら事故物件っていうかその心理的瑕疵があったとしても、うん、フローリングぐらいは吹き替えるわけですよね、普通の。もちろんそうですよ、はい、ちゃんとリフォームして、はい、綺麗になった状態で次の手を進むんですけど、まあ、リフォームはいりませんと、はい、でその代わりに、ね、家賃がちょっと下げてもらったんですけど、はいはい、本当珍しい。あ、じゃあこのまま、要するにこのまんまで済むこと自体は結構レアケースなんですか。普通は言えない。あ、これ本当僕だからお願いできるのか、はい、そうですよね。
谷さんが住まわれるときって基本的にそのできるだけ現状復帰しない状態で住まれるんですか？パターンが多いですね。あ、現状復帰しちゃってる場合はそのあ、まあ、そうですね。実際変なんですよ、匂いとかって最初やっぱします？匂いしましたね。あ、ここでね、幼虫の配信も初日にあったんですよ、はいはい、そしたら動画が本当になんか洪水みたいな音が流れて、こう生配信なんでコメントなんかピャーって入るんですけど、はい、なんか変な音がするわ、うるさいよみたいなピャーってみんなコメントするんですよ。え、それ外で雨降ってるとかでは何もやってもらって、で僕があれどうかしました、え、大丈夫ですかっていうのを、まあ、この配信画面見てるのに問いかけると、僕の声がルーツするんです。え、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫。これが初日に起きた変な現象ですね。初めて事故物件ってものに入りました、はい、部屋に。え、でもあれじゃないですか、もうなめこの巣で事故物件ゲットされた。あ、そうですね。なめこの巣の次にですね、入居というかお部屋にお邪魔したのは、なめこの次に、入居でお邪魔しました。ここの壁は、ここもだから、剥がされてますね。だこっちは剥がされて、ここはだって平気ですよね。ここはそのままになってて、はい、ここがだから壁紙が剥がされてるんですよね。そうなんだ、なんかこっちからこっちが、あ、本当だ、全部剥がされちゃった。ここも剥がされちゃってますね。剥がされてますね、はい、多分なんですけど、虫がそう湧くんですよ、ちょっとなくなると。あ、そうなると虫が、緊急事態の、緊急事態が発生して、どうしました？今ですね、はい、谷さんにこのお部屋の事故の状況を教えてもらって撮影をしていたところ、はい、突然撮影していた iPhone が緊急 SOS、 SOS スライドで電源オフっていう iPhone が拒否反応を起こしてます。何この状態、やば。え、ど、え、どう、な、あんな画面になったことないんですよね、逆に。いや、あ、ちゃんとなんかやっぱ起きるんですね。はい、今撮影再開しましたが、はい、じゃあ聞きますか。はい、ありがとうございます。びっくりしましたね。びっくりしましたね。今ね、一瞬、はい、この iPhone がカチャって揺れたんですよ。うん、人ってなくなると、あー、そうなると虫が、はい、こうブラ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 揺れる機能があるんですけど、そうじゃなくって、え、カチャってなんか少しクリック感のある動きをして、はい、勝手にほう。で、その直後、緊急 SOS になりました。触ったんじゃないですか、住人が。多分、前の住人の方があまりちょっと恥ずかしがり屋さんだったのか、あ、そうですね、か自分のね、その、まあ、内緒にしておきたかった部分をあまりにも取られるから、怒ってこう。iPhone 揺らしに来たとしか思えない。そんなことある？まあ匂いはね、やっぱり不思議なのは、まあだんだんその匂いも慣れてくるんですけど、はい、やたら夜中の1時2時ぐらいになったらまた匂い出てくる。あ、へえ、牛蜜時じゃないけど、これわかんないですよ、その下水の流れとかがあるのかもしれないですけど、あれまた匂うな。なかなか慣れるまでいける人いないですけどね。さすがもう10年選手ですね。そうですね。人間10年やったらいろいろとね、できることも増えてそうですね。なめこ栽培キットも10年ですからね。そうですね、おかげさまで11年目にいってますね。もう11年も、11周年迎えまして、はい、12年目になってます。末永く事故物件に谷さんに休んでいただいて、はい、末永くね、なめこさんには経営をそうですね、させていただけるか、頑張らせていただきます。なんかいい感じで終えられそうなので、ちょっとそろそろ僕も自分の耳が可愛いので、スマホ一回 SOS 言ってますからね。もうスマホが、だって僕より先に iPhone 感が SOS を投げかけてきましたからね。そんなことあるね。びっくりしました。でも今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。わざわざ来ていただいて、はい。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのとてもいい瞬間が撮れてよかったです。いや、本当ですね。あの、多分住人さんも喜んでると思います。本当ですか？ならよかったですか？はい、たたられないように気をつけます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。これで帰ります。これで帰ります。お疲れ様でした。人ってなくなると、ああ、なるほど。となると虫が。